世界で一番お姫様、そういう扱い心得てやばいよねやばいやばい、その位置いつもと違う髪型に気が付くこと、その2ちゃんと靴まで見ること、いいね、その3私の一言には3つの言葉で返事すること、わかったら右手がお留守なのをなんとかして、別にわがままなんて言ってないんだから、君に心から思ってほしいの、可愛いって世界で一番お姫様、気がついてねえねえ、任せるなんて了解よ、私を誰だと思ってるの、もうなんだか甘いものが今すぐによ、チェックワンツー、うわーゲッティン、かわいいの間違いでしょ、文句は許しませんの、あのね、私の話ちゃんと聞いてる、ちょっとあ、それとね、白いお馬さん気は当てるでしょ、迎えに来て、わかったら貸し付いて手を取って、お姫様って、別にわがままなんて言ってないんだから、でもね、少しくらいしか会ってくれたっていいのよ、世界で私だけの卵のとろけるプリン、みんな我慢します、わがままな子だと思わないで、私だってやればできるの、後で後悔するわよ、当然ですなって、私は世界で一番お姫様、ちゃんと見ててよね、どこかに